日本代表3揃いくん 1G1A、韓国下した,したペルーも4発粉砕エルサルバドルとの2試合で10得点。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。小なりキリンチャレンジ杯、日本、ペルー大なり菱形20日菱形パナソニックスタジアムスイタ。サッカー日本代表、 フィファランキング20位が南米の局舎ペルー同21位を4-1と粉砕した。ペルーはベテラン FW ゲレロ MF ラパドラを軸に16日に韓国を1-0と下している。その難敵に m f サンソロイ君ブライトンが1得点1アシストと2点に絡むなど欧州で結果を残したメンバーが躍動した。 一ボランチに新首相となった遠藤渡る、シツットガルト、大き、チューバー左から3揃い、キシュレオセルティック、鎌田大地、アイントラハトフランクフルト、伊藤スミヤ、ステッドランスを並べ、一トップに古橋強五、セルティックを並べた攻撃陣が正確で素早いパスワークで相手をゴール前に釘付けにし、後期を作った。 前半22分、相手選手がペナルティーエリア、ポ、内を固める中、MF ・遠藤渡るの横パスから DF ・伊藤博・ヒてるシツット・ガルトがポ外から左足でミドルシュート。これが GK の手を弾き、ゴール左に決まった。前半37分には、右サイドの DF ・菅原優生、アズオ・リューク・モールが中央の蒲田へパス。 絶妙なコントロールから左の3揃いへ繋ぐ。得意の形で受けた3揃いはドリブルでゴール前へカットインし、右足シュート。これが相手選手に当たってコースが変わり、ゴール左に決まった。代表通算7点目。ペルーの素早いカウンター攻撃にヒヤリとする場面もあったが、3年半ぶりに国際 A マッチ出場となった GK 中村光介。 ボルティモネンセ、DF イタクラヒロシ、ボルシア MG と DF 谷口明里氏、アルラヤンが中央を固める。息のあった攻守で主導権を握り続けた。後半も止まらない。17分、素早い展開から左の3揃いにパスをつなぎ、中央への折り返しから伊藤が冷静なコントロールから流し込んで3点目。 終盤に同案率、フライブルク、久保ダテ、アールソシエダード、ラオ投入。森安ジャパンは攻撃の手を緩めなかった。後半30分には古橋との交代で入った FW、前田大前、セルティックが相手パスミスから GK との1対1を制してゴール。ダメ押しの4点目を奪った。 後半38分にゴール前のこぼれ球を押し込まれ1失点こそしたが、危なげなく勝利を手にした。フル出場した3揃いは、ゴールの場面は、シュートはミスでしたけど、打つことが大事だった。いい試合になったし、また代表で頑張っていきたい、と話した。 15日のエルサルバドル戦に6-0と対象したのに続き、6月シリーズの2連戦をサポーターの胸をすく圧倒的な強さで白星を重ねた。次回9月の活動では、アウェでドイツ代表と対戦。W 坂月2-1勝利以来の最戦で、今回の2試合で10得点した日本の攻撃力がどこまで通用するのか注目される。